はい、ローカです。今回の動画はですね、今、まあこんな季節、秋ですね。ちょうど10月に入って秋見えてきました。まあそんな感じなんでね、秋の、まあ、植え替えとかね、水やりとか、まあそういったことについて少しお話していこうかなと思います。まあそれと、まあこの辺にあるちょっとね、今元気なアガベをちょっとお見せしていこうかなと思っております。はいはい、それでですね、まあ今回秋ですね、秋の動画、まあ植え替えとかもね、どんな感じにやるんですかとか、あと水やりとかの頻度とか、あと朝やるんですか夜やるんですかみたいなね、質問とかもちょいちょい僕の方にも来てたりします。まあそんな感じなんで、まあ秋の管理、まあ以前も秋の管理については動画にしたんですけど、まあおさらいというか、まあ今期もねやっていきましょう。はい、それで、まあ秋の植え替えなんですけど、まあ秋はね、植え替えはまあ適期は適期です。いいと思います。まあ、ただね、条件があって、まあ、春とはねちょっと違うような感じになりますね。まあ例えば今どうしてもね植え替えなきゃいけない、まあ、植え替えた方が多分調子が上がるだろう、あともう根詰まりがひどい、そういった株に関しては、まあ、この秋にね植え替えてやるととても元気に育つと思います。まあこれからね、春っていうのはだんだん気温が上がってきて根の調子とかも上がってくる時期なんですよね。寒い時期から暑い時期に向かっていくんで、まあ根をねバッサリ切ってしまってもそこから気温が上がってくるんで、発根とかそういったことはね容易なんですよ。まあ、ただね、それとちょっと違うのは、秋の管理で違うっていうのは、まあ秋に植え替える場合ですね、時こうやって株があって抜いて、まあ根が結構わっとあると、詰まってると、それをね春のように全部切っちゃうみたいなことをすると、なかなかね今度寒くなってくるんで、今気温があって今は調子がいいですけど、これから冬に向けてね、秋から冬に向けて寒くなってくるんで、気温が下がってくるとどうしても根の状態が上がりづらくなってくるんで、まあその辺がね肝ですかね。まあ環境がこう温室だったりすると、温室だとこう温度も上げられるし、まあ管理自体、発根管理自体もすごくね楽になるんで、まあ温度が確保できる、そういった方はね、まあ正直言って、まあ冬も加温したりとかしてる方は、まあ一年中アガベを植え替えてしまっても、まあ問題自体はないです。ただやっぱり根のね成長速度だとか葉の展開だとかっていうのが、気温が下がるとやっぱり遅くなるので、その辺がね管理しきれないよって人は、まああんまりいじらない方がいいのかなと思っております。はい、はい、それで具体的にどういった株ね植え替えたりした方がいいのかっていうと、ちょっとねこちらの株見てほしいんですけども、よいしょ、はい、こちらアガベツタノタソーラーエクリプスっていうねツタノタになります。これね去年の春に植え替えてるんですよ。でもこうやって見るともう根がね飛び出てたりとか、鉢の中もパンパン、ほら土もね溢れ返ってきちゃってるんですよね。これはねもうかなり根詰まりが始まってます。それでほら下葉の調子もね、これはね下葉が調子が悪いんじゃなくて、その春に植え替えた時に少し下葉が落ちたんですよ。まあそれをそのままにしてる状態なんで、まあ今ねすごくね調子よく展開はしてるんで、まあいじろうかいじるまいか微妙な線ですね、こういった株は。まあこういった株はね、あまり根をいじくり回さず全部取っちゃうとかじゃなくて、ある程度軽めに整理していって、ある程度軽めに整理してあげて、大きい鉢に
鉢増しっていう形でねやってもらえると、まあ、冬の間も調子よく育つと思います。はい、まあ、それでその根の整理なんですけど、まあ、根を整理してね鉢増しすると、まあ鉢大きくなりますよね。まあ、それはそれでいいんです。まあ、鉢がパンパンなんで、でかと形をねあんまりいじくりたくない、あの形をあんまり壊したくないとかっていう場合は、まあこのぐらいの根詰まりであればアガベは死ぬことはないんで、まあ、どんどんね葉数を増やしたい大きくしたいよって場合はそうやって鉢を大きくしてあげてね根に余裕を持たせてあげるとどんどん育ちます。それで、まあ、これ結構 なかなか説明が難しいところなんですけども、まあ春秋、まあ、成長期じゃないですか。真夏っていうのはね意外とアガベはね止まってしまったりするんですよね。なんで止まってしまうのかっていうと、まあ暑すぎるんですね。でこのぐらいの気温、あとね寒暖差、昼間うんと温度が高くなって夜ね結構もう肌寒いぐらい寒くなるじゃないですか。このね寒暖差が多肉植物にとってかなり重要で、まあ、すごく動きが良くなるんですよね。これはアガベに限らずエケベリアだとかその他弁慶草なんかもそういったことで紅葉が促されたり成長がね良くなったり色つや良くなったりするんですよね。アガベもね例に漏れずそうなんで、まあ、この時期はね、まあ、朝から晩まで夜中までずっと熱帯夜みたいに暑いって時よりも今の方がぐん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 成長します。はい、でこの成長期春と秋、このね一番いい成長期に植え替えをするいいんですけど、この形をね今どん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 調子よく展開してますって株は、まあ、あんまりいじらない方がいいです。っていうのもいじるとね根をいじったり植え替えをしたりするとやっぱりストレスがかかるんですよね。そうすると少しの間動きを止めてしまったりするんですよ。成長がね止まってしまったり葉の展開がそこで止まってしまったりするんです。しばらくね落ち着くまで。そうするとこの一番おいしい期間、春だったり秋だったり、まあ、今ですよね、今これどん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 調子よく展開してます。これがねこの一番おいしい時に止まっちゃうんですね。そうするとまあ止まって今度冬に突入してくるとまたそこから動きが鈍くなっちゃうんで、まあ一番おいしい成長期に成長できないってことになっちゃうんで、まあ極力ね触らないで済む株であれば触んない方がいいと思います。今色つやも良くて葉もよく展開してるよって株に関しては、まあ、触らないでいいと思います。来春を待ってもね。で来春立ち上がりで冬から明けて、まあ、ちょっと気温が上がってきたよってぐらいの時に植え替えてやるとまたねいいと思います。まあ、一番の成長期はね植え替えの適期でもあるんですけども、まあ、実はねそんなに触らない方がいい場合もあります。余裕がある株はね本当にそっとしてあげてどん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 調子よく育ててあげるといいと思います。はい、はい、それで今度は水やりの話。まあ、水やりなんですけども夏の間はねまあ暑いんで僕の場合はまあ朝やってもいいんですけど涼しいから、まあ、昼の群れが気になるよって人はね、まあ、基本的には夜夕方ぐらい気温が落ち着いてから水をやるっていうのをやってたと思うんですよね。まあ、それすごくいいんですけど、まあ、秋はね、まあ、この時期はそんなに群れだとかそういうことってあんまり気にならないんで、まあ、いつでも大丈夫です。朝やってもいいし僕はね昼やっちゃうこともあるし、まあ、夕方ぐらいにあげてもいいし、まあ、とにかく水はあげた方がいいと思います。この時期、まあ、この時期のね水やりはね結構多いです。まあ、うちの土で、まあ、よくね目安でどのぐらいなんですかって聞かれるんですけど、まあ、水やりの動画の話でもしたんですけどうちは何回って特に決めてないんですよね。まあ、ただ、まあ、あえてですよ、これあえて目安を話すんであれば、まあ、週にね2回ぐらいやってるかな。うん、あとはもう様子見てですけどね本当に、まあ、これはね本当に目安なんで、あの本当に植物の状態見て水やりするっていうのが正しい水やりなんで、まあ、週に何回とかねそこは本当に決めないでよく植物の状態を見て
あ、これは水をやらないとちょっとシワシワがひどいなとか思ったら水をあげてください。まあ、今は特にね成長期なんで、どんどんあげちゃってもどんどん水吸ってね元気に育ってくれます。はい、これね今バンバン水あげてる小玉姫笹の雪、こんなサイズ可愛いでしょ。ほら最高にいいね。この辺の葉っぱ見てくださいこれね。ほらこれね2年前ぐらいかなに葉焼けで焼いちゃった葉なんですよね。それはてっぺんでした。どん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 展開して更新されて今上の方は元気な葉っぱが育ってます。まあ、この辺の葉もねいずれ下に回ってなくなると思うんで、まあそれまでどんどん大事にね綺麗に展開させてあげたいなと思ってます。ちょっとこれはね鉢を小さめに育ってるんで無理やりちょっと根詰まり気味でやってます。でこうやって根詰まり気味でね小さい株を作るとか、まあ、作り込むって感じですね。締めて育てるとか、まあ、そういった場合ってねこの水切れやるとね灰色が悪くなっちゃうんですよね。黄色っぽく。それはねもう完全に栄養不足です。こう緑のね綺麗な緑、この色が出てるときはあのアガメの葉調子がいいサインなんで、これが調子が悪くなってくるとちょっと黄緑色になってきて最終的には黄色になってだんだん茶色くなって枯れてしまうっていう状態になるんで、あの灰色がねちょっと悪いなと思ったら根詰まりでもう栄養不足なんだなって思ってもいいかもしれません。まあ、そういった場合はねどうするかっていうと液肥をあげたりとか、こういうところにねまあ追肥追い越えとかっていうんですけど、ここに、ね、肥料をあげます。まあ、うちの場合は緩効性肥料をあげてます。まあ、土植え替えるときはマグアンプ入れてるんですけど、こういうところにねポロポロポロって入れるタイプの置くね肥料があるんですよ。それはねネクスコートっていう、まあ、ハイポネックスから出てるネクスコートっていう肥料を使ってます。まあ、液肥はハイポネックスの粉でね溶く肥料であったり、まあ、以前動画でも紹介しましたけどホストップっていうね液肥だったり、そういったものを、まあ、週1ぐらいかなこの時期バンバン育てたい株に関しては肥料をあげてます。はい、まあ、みんなね頭からじゃんじゃん水やって元気に育ってると思います。これはいいでしょう。スナグルートです。もうねだいぶうちに来て葉が展開してきましたね。葉もなかなか立ち上がっていい感じだと思います。まあ、それでねこれね見てこの株見てもらいたいんですけど、今ね本当に調子がいい、もう調子が良すぎて見てほしいって感じですね。これはアガベライコウニシキ、学名でいうとパラサナですね。パラサナのフクリンフ、ちょっと光の加減で見えづらいかもしれないですけど具がね入ってます。はい、これがアガベライコウニシキです。こういうねこの模様ありますよね、これをフって言うんですけど、この黄色いところね、このフがねフクリンフって言って葉の外側に入るんですよね。とても調子が今ねいいです。以前このライコウニシキパラサナに関しては動画にしたことがあるんで、もしねパラサナのことが気になるよって方は見てみてください。こんな感じでね葉が巻き込んで、今こっちの方にすごい雑草抜いたのが映っちゃいましたけど、まあこんな感じでまとまって美しいです。はい、はい、それと秋の管理でもう一つ重要なことがあります。それはまあこの秋の時期ってまあ人間にもいい気候だし、虫にとってもねとってもいい気候なんですよね。まあ秋の虫っていっぱい出てくるじゃないですか、バッタだったりとかね、
まああいったカマキリとかそういうのもそうですけど、まあ、秋はね虫がとにかくいっぱい出ます。でこういったものにつく害虫、まあ、アザミウマ、アガベだったらアザミウマですね、ああいうものもねすごく活発です。なので、まあ、殺虫をしてあげましょう。まあその方がねアザミウマに食われるとねもうずっともうしばらくの間ずっとね傷んだ歯が出てきちゃうようになるんで、まあなるべく食われないに越したことはないんでね、あとあともうずっと残っちゃうん でしつこいんですよね、中に入っちゃうんで。なのでまあアザミウマ対策をしてあげて、まあ殺虫は殺虫剤を巻きます。まあ週に1回ぐらいで3回続けて3週続けてぐらいローテーションで違う薬を巻いてやるとか、まあね僕はこの間全部全鉢にもうねこう植え替えた時の中に入れた薬っていうのは切れてるんで、僕はいつもアドマイヤを入れてるんですけど、まあ、オルトランとかでもいいです。それをねこの上に巻いてやる。ちょっとこれ固まっちゃってますけど見えるかな、ここにね白いのが見えると思いますけど、これがあの追加でパラパラっと入れた薬です。まあ、これもね効果が意外とそんなに長くは持たないんで、この時期これは根から吸わせるタイプの薬なんで、巻いてやって水やった時にこう根から吸い上げて虫がつきづらくするっていう薬です。あのアザミウマとかそういったのは中に入り込んじゃうんで外からの薬が意外と効かなかったりするんでね、こういったあの対策をして、まあ、それでもね食われるやつは食われちゃうんで、まあ本当に定期的に殺虫をしてやるといいと思います。まああの殺虫の動画、薬の動画っていうのは以前に撮ったので、もし気になる方いたらそちらもちょっと見てみてください。はい、はい、それでもう一つこれね、さっきから気になってる方います？なんかつくしみたいな、これね以前の動画で出した、じゃじゃん、こいつです。ヒメライジン、花芽を上げたヒメライジンですね。ちょっと映りきらないね、こんな長さになってます。長くなったでしょう。これね今日でちょうど2週間です。14日間、前回の動画撮った時から14日です。でこの長さちょっとアップで見てみますか。はい、先端ねこんな感じ、ちょっとねカメラが寄りきれないんですけど、マクロじゃないんで、この辺見てもらうとね、ここもう花のねつぼみみたいなものが出始めてます。こういうふうにずーんと伸びてますね。はい、まあこちらはねまた別の動画で撮りますんで、とりあえずこれもねご報告っていう感じで、こんな伸びてますって感じですね。40センチ50センチぐらいあるかな。はいはい、まあそんな感じで今回は秋の管理についてお話ししてみました。まあね本当にいい季節なんで、しっかりねアガベ大きくしたい株は、まあこの辺なんか特にですね水をあげて、アガベはねそんなに根腐れとか気にすることないんで、まあびっちゃびちゃはダメですけど、まあ土なんかね乾きやすい土にしてあげてるんであれば結構な頻度で水あげても大丈夫です。まあ水あげてねしっかり葉をふっくらと大きくしてあげましょう。それでまあこの時期ねしっかり力を蓄えてもらって、冬越しはまた少し水をキリキリにしたりとかね、体力が落ちてしまう時期になるんで、そこをねしっかり超えられるようにしっかりねアガベたちにも体力をつけてもらって、いい株をね作っていければいいなと、僕もいい株を作っていきたいなと思っています。皆さんもぜひねいろいろ試しながらかっこよくアガベ育ててみてください。はい、まあ、それではこんな感じで今回の動画終わろうと思います。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。いや本当にいいね、秋の季節はどんどん成長しますね。まあ、こんな感じで他のアガベもぐいぐい綺麗になっています。
まあ、辛さはね、とにかく最高だね。最高。今絶好調。夏はね、ちょっとね、耐えてもらったんですけど、今どんどん水あげてこんな感じに綺麗に育ってます。まあ、とにかく最高なアガベです。美しいね。はい。